はい始まりました今週もがねこひろきの Do you understand me all 毎週月曜お昼12時から生放送でお送りしておりますはい今日はだいぶ晴れておりますね、えー、朝方かなりぶーっと降ってたみたいですけども地面が濡れていたんですがおそらくもうほとんど乾いてしまったんじゃないかなと思いますかなり三浜アメリカンブレッジは今日は観光客の方も結構平日なのにいらっしゃる のでちょっとびっくりしているんですけれども、えー、今日もですねちょっとのんびりとの方々とちょっとお送りしていきたいなと 思っておりますこの番組はですねあの僕今29歳なんですけれどもそれぐらいの,その前後の世代の方々に向けて民謡っていうところをやっぱ方言で分かりづらいっていう部分があると思いますのでそ,ういうその部分を、まあ、王道な曲からちょっとコアな部分の曲までですね僕も勉強も兼ねて一度標準語に訳してですね意味を理解して情景を思い浮かべながら民謡を聴くことができるような世界 を目指していきたいなというところで始めさせていただいている番組でございます。えー、今月でもうやっと2ヶ月ほど経過しましたね。えー、ま新米パーソナリティというのはなかなか <laughs> 変わらないものなんですが、ちょうど先週かなりあのビッグなゲストに来ていただいて。 かなりパニックって早口でですね何言ってるか自分で分からなくなってしまって先週、宮沢和史さんブー元ブームのですね宮沢和史さんと、えー、そのプロデュースしている大城クレアディアさんとあと僕の母、金子より子と、えー、で僕合わせて4名で先週生放送していたんですけれどももうとにかく緊張の嵐でしたね、うん、なので今日はゲストなしで、えー、一人で久しぶりにお送りしてい,るしてしていこうと思うんですけど ちょっとまあ気が楽なのか緊張を逆にしているのかちょっとわからない状況ではあるんですが今日もちょっとのんびり、えー、ゆったりまったりとちょっとお送りしていきたいなと思っておりますので、えー、リスナーのおさんも今日もゆっくりですね、えー、運転中の方もあんまり焦らずのんびりとお聞きいただければと思いますさてですね、えー、まあ今回あのいろいろ音楽を流していきたいと思うんですけどもちょっと昨日ですね久しぶりに 思ったよりも仕事が早く終わりましてちょっとストレス発散に飲みに行こうとどこにするかというふうに思った時に僕もあの沖縄に戻ってきて 9, 9ヶ月なんですけども初めて人生初めて沖縄のモアイというのを今参加してまして先月のモアイで使ってもう本当に久しぶりに会った茶炭高校の同級生のお店が当時1ヶ月前にいた時にすごく美味しかったのでもうまた行きたいなというところで。 えー、昨日行ってまいりましたで相変わらずですね当時モアイの時にもおかわりさせてもらったんですけど、えー、水だこもう最高においしくてですね結構水だこをご存じない方も結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、まあ、沖縄はやっぱ島だこがあ県産品として有名だと思うんですがよくあの一般的にあの何て言うんですかね周りにタコ足タコ足あの丸いやつがついている、まあ、あれとはちょっと違って どちらかといえば見た目はイカのつやに少し近いのかなというようなあのプリッとした感じのつやがあるあのタコですね結構なんか内地の方ではつぼ漬けとかにされてたりもするみたいですわさびとすごく合うんですよ で僕がそれを初めて食べたのは実はあの前職で、えー、東京でネックスウェイという会社で、えー、働いていたんですけれども、えー、その会社にいた時のちょっとですね、えー、富山に研修で行った時の、えー、中日の休みにですね富山ってやっぱ日本海の美味しい海鮮がいっぱいあるんですけどそこの有名な回転寿司なのにあのクオリティの高さが尋常じゃないという有名な。 お店に行きましてですねそこで初めて食べた水だこがもう感動しすぎてもうタコといえば水だこになってしまっていた僕なんですけども,も先月のモアイいの時にまさか沖縄で水だこがこんな身近でしかも友達のお店で食べられるとはっていうところが僕の中では結構な衝撃でしかも食べてみると、まあ、やっぱりおいしいんですよ水だこ。あれはですねあの食べたことない方は一度ぜひ、えー、味わっていただきたいなと。 タとるっとるほんとに美味しいですそれ以外にもあの当時昨日も食べたんですけどいかげそイカゲソって多分想像できると思うんですけどもそこのお店のイカゲソは結構もうあの想像を超えるというか想像を絶するんですかねイカゲソってやっぱりあの油がメインな感じになってくると思うんですけども、まあ、ビールと合う感じ 揚げてる衣が違うのかな、えー、中の,あのゲソの方が異常なほどにプリプリ感が残ってるんですねでそれで油もしつこくないっていう感じで僕が食べたイカゲソの中で今までで一番おいしかったかもしれないですねなんでそこも本当に料理すごいおいしくてちょうどあのこの間フェイスブックで「あのおでん始めました」ってやってたのでおでんも食べたんですけどもうおでんもオリジナルの,あの味付け で相当大根とか半端ないぐらい味が染み込んでいるのでもう止まらなくなっちゃいますよねでお酒も安いと来ておりますのでスーパードライが380円確かそれぐらいだったと思うのでもうしかもオールタイムですよオールタイム結構衝撃的な値段ですよね沖縄でもびっくりするもう本当にいわゆるコストパフォーマンスとしてはもうクオリティ味のクオリティはいいし えー、料理も美味しくてお酒もいろんな種類あってで値段もお手頃と最高ですねっていう風に僕はちょっと思っているんですけども、まあ、同級生のお店ということで,でちょうどですね昨日行って今日ラジオがあるってことでですねなんかキャンペーンやってくんないって話をしたら快く OK していただきましたので、えー、この放送ですね私の,あのガネコヒロキの、えー、Do you understand me yo? まあそこまでは言わなくてもいいんですが、金子宏きのラジオを聞いたというふうに言ってご来店いただいた場合、ビール一杯サービスしてくれるそうです。ぜひともですね行ってほしいと思います。お店の名前がですね、小料理ダイニング緑、す、え、べ、ー、てアルファベットでですね小文,字での小文字で書かれています。大文字を一切使ってないですね。営業時間が5時から夜中の1時まで、25時までですね。 やっております。そして定休日が月曜日となっているみたいですね。茶団町の桑屋の方、あの二来センターの方の近くに、えー、ございますので、ぜひともあの一度ご賞味あれと言いたいところです。はい、ぜひですね緑の方にご来店いただいてガネコヒルキのラジオを聞きましたっていくと、えー、サービスしてくれますので、ぜひともご来店いただければと思います。僕もあのたまに行くので、えー、遭遇した時にはご挨拶いただければと <laughs> いたい思いますので、よろしくお願いします。 はいさて,さて、さ、え、て、ー、そううですねもう先週4人でワイワイと放送してたのでちょっとこの一人っていうのも少し寂しくもなってくるなっていうのもあるんですけれども、まあおかげさまで、あのー、先週の放送の翌日の20日に、あのー、沖縄市の当店で当店の姫グループの沖縄市の店舗でアーモリライブバー姫で開催された、えー、大城クラウディアワンマンライブ。 すすごかったたででね大盛況でした、えー、当日もですね、うんはい、入りたい、入りたいって言ったらものともうキャパシティが限界だったっていうのもあってですね、えー、なかなか難しかった部分もあるぐらいもう本当に、あのー、満席で、えー、もうすご,すごかったですね、もう熱気がエアコンが全然間に合わない一業務用のエアコンを入れてはいるんですけど間に合わないような感じで、えー、すごかったですねで。あれぐらいのお客様ご来店いただいて であのちょうど僕らの,あのキャンペーン、あの原価が提供しているキャンペーンというものも相まってです、ね、注文の数がすごい尋常じゃなくなって、ちょっとあの <laughs> お客様にはちょっとオーダーが遅れてしまい、申し訳なかったと思います、本当にもう,もう少しオペレーションの部分を考えていきたいなと思ってますので,です、ね、どうかあのお許しくださいませ。 で次回まででにちょっとですね、えー、もう少し体勢を動きやすい体勢を整えて、えー、まあ安価で提供するだけじゃなくて、えー、スピードだったりっていうのをあの重視してちょっと行きたいなと思っておりますので是非応援してください。はいさてさて、えー、本当はものすごくいろいろ告知があるんですけれども、えー、とりあえずこの番組の趣旨としてですね一局行きたいなと思っているんですが。 先週がですねゲストさんのいろいろかけさせてもらって、まあ、あの大体毎週やっている感じですと前の週の最後の曲が一番最初のスタートで訳しながらお話をしていくというような流れなんですがちょっと今回はですね特別枠というところで復習にもなるんですけれども実はあの宮沢和史さんのホームページにですね公式のホームページに宮沢和文の「十の,の沖縄民謡」 っていうあのタイトルのページがあるんですけどもその、まあ、宮沢和美さんが、えー「沖縄民謡といえば」っていう形で10個あのチョイスして頂、えー、い,いているんですねでその中に、えー、1曲、えー「情けの島」という曲がございましてそれがですねあの私の母がねこより子と有名、えー、なギタリストの,あの吉川中英さんですね、えー、こののお二人の、えー、コラボアルバム 歌たあしというものがあるんですけどもその中に入っておりますでその「情けの島」という曲をあの宮沢さんはかなり気に入っていただいてもう宮沢さんとうちの母がねこより子はかなりお付き合いが長いんですが、まあ、そういった部分も先週生でですね話を出させてもらって僕が知らなかった部分とかっていうのもいろいろ聴けてよかったなと。 思うんですがこの宮澤さんが好きな、えー、僕の母がねこより子の曲、えー「情けの島を」を、えー、ぜひともですね聴いていただければと思います。聴いてください「えー、がねこより子 with 吉川中英歌足日」から、えー「情けの島」。 はい聞いていただきました金子頼子 With 吉川忠英アルバム「歌足日」から「情けの島」でしたはいいかかがでしたでししたょうか結構ですねこの歌はあの母もあのお店でも演奏したりもしているんですけれども結構、ノリ的にもですね、えー、ちょっとアップテンポな感じで聞きやすい若い世代でも「民謡は」って言ってる感じでも聞きやすいんじゃないかなと。 思いますただやっぱり言えるのはあの初めて聞いた方で、えー、おそらくあの何言ってるかわからないと結構この曲は方言マックスなので、まあ、どういうことをこの雰囲気の雰囲気は伝わったと思うのでどういうことをこの雰囲気の曲に乗せて歌っているのかってところをちょっとあの解説しながらお話ししていきたいなと思います、えーまあ、歌詞の部分ですね。えー、チキンイサヘイヨー シュヌノオブジュヌ島やカワティミアラビヌイサヘイヨウナサキドゥクルこちらイサヘイヨウは林言葉っていう感じですね、えー、チキンっていうのは実はあの津堅島津堅島はあの余渇半島のところもですね余渇は結構海中道路でつながってる島がまあ奥の方は池江島までつながってると思うんですけども、まあ、ハンマーヒガとかもですねつながってるんですが こちらの津賢島は近いんですけどもまだ橋とかが開通しておらずあの船で行く形になっている津賢の島ですねもう津賢の方には美しい女性心清らかで本当に美しい女性が多いというふうに昔から言われているようなので僕も一度はそういった津賢の女性に会ってみたいなと思っておりますそういったこの津賢の話から始まって おりますこの収納奉行っていう書いて「朱沼奉行」というふうに読んでいるんですがこれはいわゆるあのお役人さんですね昔首里の王府から、えー、離島の方にです、ね、船に乗って、えー、お仕事で来て、えー、役所の方ですね当時はあのそういった役所とかっていうのはおそらく中枢として首里王府にだけあったんじゃないかなと思うんですがそういった出張で、えー、そのいわゆる津堅島を訪ねているっていうふうなイメージですね。 でみやらび、女の子の女に、えー、同心、わらび、わらばのわらびですね。と書いてみやらびというふうに、えー、書いてます。でこのかわてみやらびに特にみやらびぬ、イサヘイヨが入って、ナサキド,ク,ドクルドクルはところっていう感じでドクルですね。はい、でこが特にこの女性が えー、情け深いと、あのー、本当に情けの深い、えー、愛情のたっぷりな、えー、美しい女性がいるところなんだということを、えー、伝えていますで2番の島裏のチュラサ、えーままあ、島裏、まあ、島の裏というかあの、まあ、海の方ですね、えー、その辺りのことが本当に美しいなと感動していて、えー、白浜湯名那地白浜を前にして、えー、名那地っていうのはあのーまあ、毎日っていう 意味の名なじもあるかと思うんですが、えー、前、フロントって意味ですね、白浜の前、白,白浜を前にして、は、え、る、ー、か長見り場、ここははるか遠く眺めるっていう意味ですね、えー、島裏の方ですね、白浜を前にしながら、は、え、る、ー、か遠くを眺めてみたら、そこには、えー、知人久高、これは久高島のことですね、知念久高島、えー、が見えるよと、まあ、本当に景色のことを歌っていますね。 えー、で3番の方でここですね結構、あのー、僕の中ではすごく、あのー、やっぱ沖縄の民謡の歌詞を作った人は昔こういうふうな表現をしてたんだなって感動したところなんですけども「薄荷神詩邪荷」「押、まあ、す風」ですね。 えー、いわゆるそ,そよ風みたいなイメージです。まあ、それが静か、静かっていう意味ですね。でそよ風も静かで、馬、え、馬、ー、うる波や、えーまあ、浜,浜に映ってる波あ、波打ち際とかそういうイメージを持っていただければと思います。馬、え、馬、ー、うる波や、うんぞが手間に散ぬ。うんぞが手間に散ぬ。うんぞうっていうのがですね、漢字で言うと無、ないって書いて、くらで、無ぞうをうんぞう。 でこれがあの、あなたというふうに意味になるそうです。これはちょっと僕はびっくりしたこと意味だったんですけど、んぞで、えー、あなたというふうになっているようですね。えー、てまにちぬ、えー、これはもう手招きですね。えー、で、いさいよ情きぐくるなさけの心ということです。愛情ってことですね。で、これがですね、そよ風も静かで、えー、浜を打つ波は、あなたが手招きに込めた愛情のようだと。 いう,ふうに、まあ、比喩表現ですよね波とこの愛情、波の揺れ、えー、が、あのー、その好き大好きなあなたが手招いているように見えてしょうがないというふうなこういった心情を表しているというのがまた,またすごいなと僕は <laughs> 感じております。はい、で4番の方に行くと「借りゆしぬ船にに」ニニ「うむくどや主しち」「たしくじわたら」 いを食いぬくぶにはいこれはなかなか難しいとは思うんですがこれ「狩りは結構皆さん、えーえー、ご存知かと思いますお酒でもありますねまあめでたいとか縁起のいいっていうような感じの意味になります「狩りゆしぬにに船ですね「うむぐとやぬして思うこと」つまりこの文脈でいくと、まあ、愛情とかこの恋の気持ちというものを載せて「た、えー タイってよく使うと思いますが、T、あのタ,イタイで行こうって2人でとかっていうののタイですねタイしでくじ渡らくじっていうのはこぐって意味ですねこいで渡ろう2人でこい、えー、で渡ろうこの小舟食いぬくぶにうん本当にこの2人で漕いでるのがこですねあの縁起のいい船でありこい、えー、の小船でありなんかすごく昔の情景をそれをですね海中道路がなかった頃にまあ本島から えー、津堅島に向けて渡っていくっていうのを想像したらなんかあいいなっていうふうに、えー、感じますよねで、えー、5番の方「んぞが四条屋」えー「んぞがしなさきやなんですね、えー、また先ほどの「んぞ」「んぞが」「んぞがしなさきやチキンドゥ」「チキンドゥヌ」「トゥナカ」「チキンドゥ」ドゥえーゥえー、ルーっていうのが渡るっていう意味ですねで「トゥナカ」えー「まあ、沖の」 海のことですね。えー、深さゆかませ、まあ、ゆかまさて、伊勢平洋の先深さ。ここもまた <laughs>、もう発音が難しいですね。ゆかまさ、深さゆかまさて、ゆかまさてですね。まあ、深さがあの深さゆかまさて、深さよりまさってっていうふうに意味になります。もう情けの深さがこの海の深さよりもあのあなたのこの情け深さはまさってますよと。 いうふうに言っています。で、ホートガーヌミジヤ、えー、ユーマムイヌユイシュヒトチュラサ、えー、ナサキイサヒヨユジュンサカイこのホートガーっていうのがえっ、ー、とそのあたりに。 ら辺の方にあったみたみいですねちょっと今の現状の位置は母のガネコユリコに聞いてもちょっと「ホートがあってどこだっけ?」っていう感じだったので、えー、ちょっとそれは調べられなかったんですけども「えー、その水っていうのは人々の暮らしを守るという勇者のある場所なんだと」と、えー「人が清らかで情けが深いことが、えー、代々栄えていく秘訣なんだよ」みたいな感じの意味になってます。はい、で最後結構こう7番まであるんですよ。で最後が、えー ちょっとこれいろいろなんかわいいなっていう歌詞になってるんですが島チュラサチュフ「島ちゅらさ」「ちゅふり」「ひとちゅらさ」「ふたあとたふり」「んぞがしな先にいさへいよ」えー「ちんとみふり」「しまちゅらさ」「ひふあのちゅふり」「ちゅふり」っていうのは「あの一つほれる」「ふり」っていうのが「あのほれる」っていう意味なんですけど最初がチュ「ちゅ」「ちゅふり」「島の美しさに一つほれ」で「ひとちゅらさ」 振りえー、2つですね、えー、人の清らかさに2つ惚れぬ、えー、ぞがしい情けに、えー、あなたの愛情に惚れてちんと見振りちょうど3つ目なんかすごい最後に締めくくりっていう感じの歌詞になっていいなと思いますこのつ「つけん島」のことをですね「えー、この情けの島」というふうに歌ってタイトルも「も情けの島」というタイトルになっておりますまあこれがさっきのような感じのですね あの音楽なんかさせていただいたと思うんですけどもそういった風になっております是非ですねこういった中身を理解して是非とも海中道路にを通りながら、えー、この曲を聴くとすごくいいんじゃないかなと、えー、思いますので是非お試しあれって感じですねはいいかがでしたでしょうかこういう感じでお送りしていたなあっていうのをちょっとあの先週のが パニックを起こしすぎてですすねなんか懐か懐ししく感じてままいます <laughs> でも一人でやるとこんな感じでのんびりまったりと、えー、お送りしておりますのでですね、えー、皆さんもお付き合いいただければと思いますでそこで、えー、次の曲に行く前にちょっといろいろと告知をさせてください、えー、もう10月も終わりに近づいておりますもうあと、えー、5日ですねハロウィーンがもうすぐです もう今日の朝もテレビのニュースでもうハロウィンの皆さん仮装して渋谷の方、やっぱすごいですねもう信じられない格好の人たちが超いっぱいいるので僕も渋谷をえと大学4年生4年生ですねの頃に渋谷をガチャピンで歩いたことがありますねガチャピンとその当時の友達がえと確かペプシマンちょっと古いですかね ペプシマンの格好とガチャピンの格好でえちょっと2人で歩いてみようぜってなって2人で歩いてるとえものすごく写真を撮ってくださいの嵐になりえちょっと早かったのでハロウィン当日じゃなかったのでまあ写真を撮られたとそれが懐かしいなってちょっと今思い出して今年ハロウィン もう10月ちょっとバタバタしすぎてハロウィンのことを完全に忘れておりまして最近、このニュースであそういえばハロウィンだってもう,もう今から準備しても遅いんですけどまあ多分今年も沖縄もやっぱりハロウィンは盛大にやる地域が多いのでいろんなイベントがあるんじゃないかなとタイミングが合えば僕も行ってみたいなと思っているんですけれどもまあハロウィンが終わったらもうすぐ11月というところで11月の告知をさせてください。 11月はですね、えー、結構、当店、姫グループですね、結構バタバタしておりまして、特にガネコよりコへの依頼がちょっとあの、合計10日間ぐらいの間にものすごく集結してしまって、ですね、えー、バタバタしておるんですが、えー、まず一つ、一つ目、11月の、えー、15日、えー、16日、17日、これ、3夜連続で、えー、場所は違うんですけれども、えー、関東ツアーにガネコよりコがまい、えー、ります。 で今回はですね結構ガネコより子は、えー、一人であのやることもあるんですけども、まあ、サポートメンバーが、えー、何人かいたりとかっていうのがメインになるんですが今回のツアーはですね、えー、実はガネコより子にサポートがつくではなくて、えー、ちょっとですね初の、えー、ユニットでのライブになりますガネコより子を、まあ、トップとして、えーまあ、キーボードに ガネコトモコそして、太鼓だったり歌というので、ガネコ久子まあ、多分それでお気づきになられたかと思うんですけども、実は私のおじいちゃんであります、ガネコ精鋭の3姉妹ですね、娘3人、僕の母、ガネコ頼子は次女、先ほどのキーボード、ガネコトモ子は長女。 そして三女に、ガネコ・ヒサコガネコ・ヒサコは現在、横浜の方に在住しておりましていろいろ関東の方で動いてもらっておりますその3人をですねもうガネコねこえは結構あの、ネーミングするのが好きなのかもうすぐ思いついたら決まっちゃうんですね多分決まるのに10秒かからなかったんじゃないかなとう思うユニットでございます えー、この3姉妹はですね小っちゃい頃からもうスポーツでもう皆さん確かバレーやってたと思うんですけどもう体,体格が良かったということで、えー、マギーシスターズにしようとこれで決まりっていうふうに金子頼子本人が言ってもうその場で決まったという形で、まああのー、三条の金子久子が県外に住んでいるのでなかなか、あのー、ライブをマギーシスターズでやるっていうのはできないんですけども今回は。 えー、関東の方で3人揃って、えー、行きます、この金子智子長女の方はですね初の県外出張ライブという形になってますので,です、ね、ぜひご期待いただければと思います。で、この15日と16日、17日のご案内をさせていただきたいんですが、えー、関東になります、15日、居酒屋こだまさん、えー、こちら。 江戸川区の方に、小,小岩ですねあ、小岩の方ですね、小岩の方に、えー、あります居酒屋こだまさんで、えー、やってます。こだまさんはオープンは5時からなんですが、ステージのスタートは、えー、7時から19時からになります。この日はですね、特別ゲストとしてで先日、えー、うちのお店のライブをしてもらった大城カララデアさんもちょっとゲストに 来ていただけることになってますのでマギーシスターズのライブにちょっとゲストでお城クレアディアさんもいらっしゃいます、はい、でライブチャージが4000円となっておりますお電話ですね、えー、予約していただければと思います電話番号が03東京03 56682098 東京・ゼロ・サン、五・六・六・八、二・ゼロ・九・八。こちら、居酒屋こだまさんです、えー。ぜひですね、予約していただければと思います。小岩の方にございます。で、二日目、十一月の十六日。こちら、えー、本当に毎回、関東に行くたびにあのライブをさせていただいている、えー、大船の、えー、花一善さんですね。えー こちらはあのもうすぐ満席になると、あの辺りにはあのうちの母、がねこエリこのファンの方が多いようで、結構満席になっている可能性が今すでにあるんですけれども、えー、こちらオープンが、えー、18時、えー、6時ですねで。ライブのスタートが7時半となっております。えー、こちらもご予約は店舗までお願いします。えー、店舗の電話番号が 0467-467. でございますぜひご予約いただければと。そして最終日、17日火曜日ですね。こちらは、えー、横浜の館内の方にございます。ブーテン。マウという、マウって書いて、天使の点ですね。ブーテン、館、えー、内店ですね。こちらも、えー、ライブが。 ライブスタートが7時半、えー、お店のオープンは5時半となっています。この時も、えー、最終日も大城クラウディアさん、ゲストで来てくれることになっていますので、えー、ぜひですね、マギーシスターズのライブを見に来ていただければと思います。こちらはご予約045-263-9084、045-263-9084です。 こちらは、えー、ライブチャージ3000円となっておりますぜひともですね、こだまさんか、花一善さんか、えー、ブーテンさんか、えー、関東の方はお選びいただけると思いますので、ぜひ、えー、ご来場いただければと思います、はいえー。関東ツアーの告知をさせていただきました。えー、それと、ですねちょっともう1点だけちょっとさせてください。えー、実はですね、あのー、僕も出張でついていくことになっているんですが、 なんとちょっと僕は東京からこっちに東京の仕事を退職してこっちに戻ってきてから、えー、初となります海外ですね、えー、11月の22日、えー、台湾の方で、えー、沖縄チャンプルー祭りチャンプルー祭ですね が開催されております開催,されて開催される予定でございますこのチャンプルー祭りにガネコヨリコ出演いたします私もちょっとマネージャーとして裏方で同行はさせてもらうことにはなっているんですけどもお昼の1時から8時までイベントを開催しているようなのでぜひですね台湾の方 えー、僕があの台湾語を話せないので申し訳ないんですけども、えー、きっと告知があのいろんなところでされていると思いますので Facebook のページとかもあるようなので、えー、ぜひです、ね、チェックしていただければと思います、まあ、台湾に、えー、行くのがちょっとドキドキでですね久々にパスポートを提出したんですけどもちょっとあの古い写真だったのでちょっと変えたいなと思いつつも、まあ、あの10年で作っているので、まあ、あと 多分あと5年ぐらい残っているので5年後に多分10年前の自分を見たら良、うん、かった若、若い写真でってなるのかもしれないですね。はい、というところで11月の告知をさせていただきました、はいでえーまあ、ライブイベントの告知は11月のものに関しては以上なんですけれども、えー、実はですねお店の方の体制が、あのー、若干変わるんですね。 でまあ、それに関連したというかそういった関連した歌もやっていきたいなというふうふに思っているんですけど実はどういうふうに体制が変わるかというと沖縄市の店舗、ねえー、ちょっとまずあの今、定休日が多かったんですよ水曜日と木曜日と日曜日ちょっとあの歌者さんのライブのステージ確保が難しかったということでただ、早急にこれは一つ営業日を増やしたいなということで11月からは水曜日も営業できることになりましたので定休日が1個減ります。 なので、つまり定休日が木曜と日曜のみでそれ以外は、えー、月、火、水、金、土営業しておりまして毎日、えー、生のライブをやっておりますのでぜひです、ねえー、ご来店いただければと,ともう一つ、沖縄市の方で体制が変わります。 実はですね僕が今こういうふうにラジオで標準語にしてみたりとかってして伝えていってるんですけれどもこれをあの僕の企画でですね外国人の方にももっと伝わらないかなというふうに思いましてちょっとあの改めてちょっと僕勉強し直して今あの英語訳を頑張っているところです。 でですね、まあ、あの15曲ぐらいを目指して王道の曲をですねあの15曲ぐらい目指して今英訳をして、まあ、その意味を、えー、意味だけ理解してもらって歌ってる言葉はあの日本語化方言なので分からないと思うんですけども、まあ、音楽っていうのは雰囲気だけでも伝わるとその雰囲気と意味さえ伝わればきっと理解してもらえるのかなという形で、えー、外国人の方にもあの。 来店していただけるように、楽しんでいただけるように11月から英語メニューとドルも導入することになっておりますのでぜひです、ね、あの外国人の方お知り合いの方がいらっしゃいましたら生のライブがですね、沖縄のローカルな音楽なんて言うんですか、フォークソングになるんですかねが聴け,けるお店がドル払いができるようになり 11月からっていうのをぜひですね、えー、宣伝していただければなというふうに思っております。でそれで、えー、やっぱちょっと外国人の方がどういったものが好きかっていうのはまだはっきりとはわからないんですけれども、ちょっとですねあのアップテンポなやつとか王道曲っていうものを今訳しているんですが、その中からちょっと方言が結構いっぱい入っていて説明すると面白いかもなと結構皆さん聞いたことあってもおそらくあのー、意味は理解してないだろうな。 っていう曲がちょっと1個あったのでそれを、えー、持ってきました、えー、どんな曲かまあ、タイトル言ったら一発でわかると思いますこれはですね全国区であの有名なので、えー、間違いなく分かります日本人は、えー、分かります大丈夫ですハイサイおじさんですはい。これをですね、えー、まずは聞いていただいてこれも今あの英訳の作業をしているところでまずはあの標準語 に役所、えー、は終わっていますのでどういった意味だったんだっていうのを感じていただければと思いますので、えー、聞いてください、えー、はいさいおじいさん 聴、はい、いていただきました「ハイサイおじさん」いかがでしたでしょうか「えー、ハイサイおじさんは」は皆さん知ってる曲だったんじゃないかなと思いますもうあの <laughs> 県外でもね変なおじさんでも有名ですからね、えー、この曲実は思ったよりも方言がマックスで入っておりでも標準語もしっかり入っており、えー、理解できるようなできないような、えー、でも、えー、ノリはいいと。 耳に馴染みやすい踊りやすい曲となっております。だからこそちょっとですね、この英訳英語にしてみるというところで試して今試している最中でございます。もうこれもあの外国人の方が。 リクエストできるようなリクエストナンバー表みたいなものを15曲ほど英語で作ろうと思っておりますので、えー、ぜひ楽しみにしていただければなと思いますさて、えー、これ実はどういうふうな意味だったかっていうのをいきたいと思うんですが「ハイサイおじさん」っていう言葉の意味自体は、えー、皆さんご存知かと思います、えー、ゆうべの三号瓶三号瓶語は抜くとんな抜、えー、くとらワンには切らんな、えー、これですね、えー びっくりですね、これはあの実は夕、えー、べの3号瓶ごはあのことなっていうのは、えー、昨日の3号瓶まあお酒ですよね、えー、それって残ってないみたいな、えー、意味です、えー、抜くとらワンには切らんなって残ってるなら、えー、私に分けてくれんねみたいな、えー、そういった意味だと思うんですけどもこれ言ってるのは子供 なのでお酒なのかなというふうにちょっとでも三合瓶といえばお酒だと思うんですけどもちょっとその部分がなかなかわからなかったところではあるんですがまあうんでもお米なのかな <laughs> お米ってことにしといた方がいいかもしれないですねえ残っとればえーいいなとちょうだいっていうのでえありあり笑ばえ笑葉え笑葉えを っていう感じで、えー、話しかけてるんですね。これが次大人、つまりおじさんですね。おじさんが子供に向かって、ありありわらば、ええー、わつって。三合紅子はあたいし、ええー、わんにんかい。ぬくつん、にくつんり、ゆん、な、ええ、わらば。っていうのが、えー、意味がですね。これです。三合紅の。三合紅子はあたいし、えー、ワンンえー、わんにんかい。三合紅の。ほどのものが私に残ってると思ってるのか。 えー、というもう残ってるはずないじゃんっていう感じの意味ですね、えー、でもその子供の返しっていうのは、えー、安静おじさん、えー、3号便しェフ、えー、スクヤミセ一生瓶に、えー、食い見せみ食,食い見せみっていうので、えー、3号便では足りないのでしたら一生瓶をくださいと <laughs> さらに増えてしまうとまあ子供面白いですよね、えー、子供がそういうい風に返してくると 3合瓶もないって言ってるのに。じゃあ一生瓶くれっていう。これもなかなか,なか,なかあのユニークな歌詞なんだなというふうにこういう歌詞だったとは。僕は全く思ってなかったので、えー、多分結構僕と同じような、えー、気持ちの人も多いんじゃないかなと思います。はい、さおじさんの1番はこういう歌詞です。ちょっとびっくりですね。はいで2番ですねえー。2番も結構面白いですよ。あの呼、ー、んでてあここだ。こんな面白い歌詞だからこそあんなあのー。 愉快なななリズムになったのかなといいううふうにも思います、えー、トゥトトトシグルナタクトゥ、えー、トゥジ,トゥジゴアブさん、えー、トゥジってもう昔全然使ってなかったんですけど、えー、僕ももうある程度結婚とかを意識する年になって周りに聞くと結構たまに結婚してる人トゥジって言ったりするんですけどまあ女性にちょっとヒアリングをするとトゥジって言われたくないらしいですね。 あのー、結構やっぱ嫁とかがいい世ですよ女性は、えー、世の沖縄男性の皆様えと、ー、じっていうのはあんまり好きじゃないっていう人がえっ、ー、とですね結構多いですねだいたい56人に聞いたんですけどほぼ全員とじじゃなくて嫁とかの方がいいっていうふうに言ってましたあのちょっと僕もいつかそうなった時にはとじは使わないように <laughs> しないといけないのかなってちょっと意識して したえー、インタビューになってたんですけども、はい、で年頃ですね「年頃なったくと」えー「年頃ん、えー、何々ぶさ」っていうのは方言で何々が欲しいつまりあの「I want to」とか「えー、I'd like to」とかっていう感じの、えー、意味になるんですけど「えー、嫁欲しいよ」って年頃俺もいい年になったから、えー「嫁さん欲しいな」と。 じゅがなぐわや、えー、クミソーラにっていうのが「えー、あなたのなぐだからあの娘さんですねちょうだいよ」ってそろそろ俺もいい年になったから「えー、あなたの嫁あ娘さん嫁にちょうだいよ」っていうふうに、えー、子供が言っているというふうに、えー、言ってるそうですなかなか堂々としてかっこいい子供だなと思いつつでありありわらばえー、わらば ややわらびぬくさぶっくいティトゥジーゴアトゥメユエナエワラバ普通に読むと全然わからないですよねでこれの意味が、えー「お前は子供のくせにませていて」っていうませているっていうふうにわらびぬくさぶっティクイティクイティこれ発音ものすごく難しいんですけどクイクイティっていう感じで。 書かれてますね <laughs> 発音がちょっと相当難しくて申し訳ないんですがそういう風な意味で嫁が欲しいというのか、えー、子供のくせに混ぜていて嫁が欲しいというのか多いっていう感じで、えー、返してます、えー、それで子供の返しがまたこの子供は返しが上手だなと、えー、毎回思います安静おじさん、えー、20歳二十歳やあまて30しぎてしじち白が髪かみてからつじと つ,つじつめゆみっていうのが二十歳を過ぎて三十も過ぎて白髪になってから嫁さんはもらうのかいというふうに言ってます、うん、すごいですよね、えー、子供のくせにませていてっていう、まあ、確かにね、えー、20歳30歳過ぎてからよりも早いうちとかっていうのが、えー、意識化として昔からあるのかなとは思います まあこの子供の返しはちょっと僕も見習いたいなと思うんですが、で三番の方行くとおじさんカンパチマギサイを耳耳耳カンパチ台湾ハゲハギですね。おじさんカンパチマギサイをって、まカンパチって結構皆さん知ってるかと思います。うん。う ちょっと言葉で説明できないので、まあ、カンパチはカンパチっていうことにしますね。えー、おじさんカンパチ、マギさよイさっきあの、マギーシスターズっていうユニット組んだと思うんですけど、マギーっていうのは沖縄の方言で大きいって、これは結構使ってるかと思うので、皆さんわかるんじゃないかなと思う。まサさよって言ったら、もうこれはマギさヨいって言ってるんですけど、まあ、あの、こ、ん 強調みたいな感じですかね。えー、マギサさよって言って、えー、大きいなって言っていう感じです、ね、これも子供が言っています。えー、みみじンパチミミズ型のっていう意味ですかね。えー、台湾はぎ、台湾ハゲっていうふうに書かれてるんですが、これはちょっとどういう意味なのかが、ちょっとはてなだったんですが、まあ一応、まあ、カンパチのことを言ってるんだろうなということに、えー、受け取ってます。で、ありありわらば、ええわらば、チブルヌハジトとし、ディキアード。 ワッター、ごんすー、むディキアディキアっていうのは結構分かるんじゃないかな、デキアディキアあ頭がいいとか、できる人とか、できるビジネスマンとかも、ディキアですね、ディキアのビジネスマン、かっこいいですからね、東京に超いっぱいいるんじゃないですかね、沖縄でもそういったできるビジネスマンがいっぱいあふれて、どんどん活性化していってほしいなと僕は思っておりますが、その一位になれるでしょうか、僕も。 頑張ります、まあ、チブルっていうのは当たる間ですね、えー、チブルの端ですし、えーまあ、チブルにハゲがあるつまりあのカンパチがある人ってディキアなんだよってだから終わったガンスっていうのは元祖なんで先祖ですねムル,ムルディキアっていうのは全員ムルっていうのは全員っていう方言なので、えー、全員ディキアなんだよっていうことを、えー、子供におじさんが言ってるとそしたらまた返しがですね安静おじさん恩人整形しみ合い アマクマカンパチウィーユガヤ <laughs> これもすごいなと <laughs>、まあ。成形っていうのはもう日本語ですね、標準語ですね。成形して、至る所にカンパチ植えつけようかね。このカンパチがあれば出来上がるんでしょってだったら、えー、僕も成形してあ、至る所にカンパチ植えつければ頭良くなるんじゃないかねっていう返しをしている子供ですね。すごいですね。<laughs> 本当に開始が上手で びっくりです、はい、でちょっと足早に行かせていただきますが、えー、4番の方ですね、えー、おじさんはおかさゆい天獣の縁柱のひじである縁柱というのがネズミだそうですね、えー、ありありわらば、えー、わらばややひじひじいう、えー、しが、えー、ひじぬ足軽むティミてぃうんど っていうふうふに、えーこ,じさえー、こんにちはおじさん。ってっておじさんのひげは面白いねって。天井のネズミのひげのようだよ。っていうふうに言って、えー、おじさんはですね、あいや、子供よ。ってお前はひげひげって笑うけど、ひげがあることこそが、あのー、人生栄えるんだぞっていうことを言ってます。はい、で、そういうのを返しまた面白いですよ。えー、あせおじさん、ワンニンまきらん。あちゃから言えんちゅぬ。ひげごはたてゆがや。 えー、だったらおじさん、僕も私も負けないように明日からネズミのヒゲを生やそうかねって、もうヒゲはもう完全にネズミとしか思ってない子供みたいですね。<laughs> まあそういう風うに、えー、返していくこの子供もまたすごいなと僕は思いますね。<laughs> このこの歌詞を理解するともうこの子供の返しがもう天才すぎてすごいなと僕はびっくりです。 はい、で最後5番の方になっていくんですが5番、えー「ゆうびぬュリはぬかばさよい」えー「ゆうび」「ゆうっていうのはもうゆうべですね昨晩ですね「樹、えー」ジュリっていうのは「女郎」ですね「女、え、郎、ー」ジョロっていうのは前の歌詞前やったあのー「 二神物節とかだったかなとかにもいろいろ出てきてたんですけどもそういった歌詞にも出てくるジュリっていうのは女郎で昔の遊郭っていうところで働いてる女性のことみたいな感じのイメージでしたね、えー、そういった方々のか、えー、ばさよいかばさよいっていうのはあのー、香りですねいや匂いをすごい良かったなーってでうんじゅん一度めんそうれうんじゅんあなたですねあなたも一度は面相そうれって でよかったから来たらいいさって言って、えー、ありあり笑ば,、えー、ば子供が遊郭におじさんを誘う誘ってるんですよこれ結構すごくないですか <laughs> それでそれに対するおじさんは知事も中島も和んじも和はおじさんは天の株主堂っていうのは、まあ、そこも知り尽くしてるって意味ですね株主ってもうそれはねもう経営してるような感じなので株主どっていうふうにおじさんは 言ったらそれに対して <laughs>、えー、子供が返したのが安政おじさん、命日、あまにくまつて、わんねえフ、フィンシューやタ、たキチユミっていうのが <laughs>、えー、それでおじさん、毎日あそこにこもっていたから、私は最悪な貧乏になってしまったのかなと <laughs>、えー、もう子供がこの遊郭に通いまくってるっていうのを <laughs>、普通に言ってしまっておりますので、結構びっくりですよね <laughs>。 かななりりびっくりする、えー、返しのの上手な子供の歌でした、ハイサイサおじさんもう。僕はこれを訳して本当かと思ったぐらいびっくりだったのではいさ、はい、おじさんの意味分かったんじゃないかなと今これを英語に訳しておりますので、えー、英語訳が見たくなったら来店していただいても、えー、構わないので今進行中ですね。 えーまあ、途中段階も見せることはできると思うのでぜひご来店いただければ、えー、青森ライブバー姫沖縄市の方に僕は結構いますのでぜひご来店くださいで、えー、最後の方の本日の告知といいますか本日の、えー、那覇の民謡ステージ歌姫と沖縄市の青森ライブバー姫のステージ出演者だけお伝えできればと思います、えー、青森ライブバー姫本日は、えー、中村ルオ中曽根富子照ヤ美奈子 3名でステージをお送りいたします那覇の民謡ステージ歌姫は本日ガネコより子荒垣圭一郎平真理子宮純子以上の4名でステージをお送りしておりますのでぜひですね両店舗ともお近くでつきがあればいらっしゃっていただければと思いますはいちょっと軽い最後に軽い告知になるんですけれども12月の5日にですねちょっと 近町の方で、えー、イベントがあるんですが、ちょっと、まあ、それの告知は、えー、もう詳細が決まってからという形なので、えー、ちょっとた、まあ、多分来週ぐらいには告知できると思うんですが、まあ、あの近所でイベントがありますぐらいにさせていただければなと思います。あと11月 一気にですね実はあのうちのオリジナルモデルの三振の発売が決まっておりますのでその詳細も来週あたりにですね、えー、ご案内できればなと思っておりますはいで、えー、本日はもう時間も,もうあっという間でですねすぐ終わってしまうんですけれども、えー、今日はもう来週の課題曲をまだこの標準語訳はしてないんですが、えー、来週までに僕の宿題という形で、えー、持っていこうかなと。 思っております最近、あのー、お問い合わせでくんくんしが欲しいというお問い合わせで今作っている曲になります。えー、こちらががねこ精鋭が歌っているバージョンの曲です。えー「沖縄巡り」という曲になりますのでそれからまた来週始めさせていただきたいなと思っておりますので、えー、最後にこちら聴いてお別れとなります。今週もお聴きいただきありがとうございました。最後にいいてください、えー、沖縄巡り